います。藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたステッピーパンチというゲームやっていきたいと思います。好きな場所をタップして第一歩。ほう。あ、なるほど。タップしたら進みますよってな感じですね。スワイプじゃないですね。タップですね。ああ連打したら、まあ、なるほど。長押しすると、いや、足避けた。ああ、なるほど。長押ししすぎると足が避けるんですね。なるほど。ああ、だから、ちょっと押して離して、押して離してって感じですね。ちょんちょんちょんじゃなくて、割れ目を避けよう。ほうほうほう。ああ、いや、これむずっ。ちょっと待って、感覚つかむのが、これ相当むずいぞ。長押しして大きな一歩は OK。で、これ割れ目はもうとりあえずやられてしまうので、ここはまたいでいく。で、こう、あー、OK、OK。いやー、2個あー、これむずっ。このゲームちょっと慣れるまで難しい可能性が高いですね。いや、もうグイグイ、もうなんでしょうね、これスライムかなんかできてるんですかね。もう本当になんか操り人形みたいな感じの動きしてますけど、グイグイ、もう首のなんか頸椎かなんか痛めるぞ、こんだけ首グイグイ。ああ、ちょっと待って、マジでむずいんですけど。ああ、いいですね。連打しといたら安定の走り方ですが、ここよ。すべてはここよ。ああ、右足がいった。オッケーオッケー。これ常に左右交互なのかな。これ左足で右足。ああ、むずい。これは難しい。多分ね、これチュートリアルのステージだと思うんですけど、チュートリアルがこんなにもでもなんか夜になりましたね。日が暮れてしまった。チュートリアルすらクリアできてねえから、日が暮れちまうよって、本当に日が暮れましたね。ああ、でもちょっと明るいか。はい。慣れてきた。これリズム感だな。リズム感でもうスコンスコン歩いていく。一個一個、なんか、立ち止まったらわからなくなる。もうずっとこれですわ。あ、なんか来たぞ、チェックポイントって書いてあったけど、まあ、とりあえずどんどん行きましょう。チェックポイントは新記録。ここからまたスタートになるのか、チェックポイントからですね、40メートル進んだみたいです。とりあえずまあ、慣れてはきましたね。オッケー。さあ、またチェックポイント、TNT! いや、完全に爆発しましたね。これはちょっとやられてしまいました。まあ、ただ、そんなに恐れることはない。しゃ、オッケー。これでも、狭い。結構やっぱこれ慣れてもちょっと難しいですね。やっぱ、狭いとことかあると結構大変。これは、ちょっと待って、OK、止まってくれる。くそ、車に注目するとそりゃそうなるよ。こっからや。ラッキー。車はこれどうなんだ？行くとやられるよって感じですね。こっちの方が先に横断歩道行ってれば一応行けるけど、ただむずいな、これマジで。むずいけれど、とりあえずちょっとなんかスキンをゲットしたんで、ちょっと違うやつに、これ足のパーツってことか。なるほどだ、女みてえなやつに、とりあえずちょっとスキン変更して、なんかね、もうちょい進むとなんか新しいステージが解放されるらしいので、とりあえずちょっと今そこに向かってね、頑張ってるところでやんす。よし。もうだいぶ慣れてはきましたね。やっぱリズムゲームです、これもう本当にほぼもう太鼓の達人と言っていいでしょう。このゲーム、ステッピーパンチというよりはもう太鼓の達人です。つうか、ちょっとすいませんね、スマホがもう熱を帯びて、ちょっと部屋が暑いんでね、カクカクするんですよね。もうね、スマホがちょっと多分、画面収録をしながら、ゲームをやるということに対して、ちょっと耐えきれてないですね。なんかね、いろいろこう、モードとかステージがあるみたいで、結構ね、歩けば歩くだけ解放されるんですけど、なんかね、レーストラックっていうやつがちょっと面白そうなんで、ちょっとこれやってみたいと思います。いいね、対戦ゲームっぽい。ちょっと待って。こっちの線は踏んだらダメなのはもう分かったけど、相手の方線引かれてないんですけど、なんやこれ。ね、超絶ハンデ戦やんけ。ちょっと待って、勝ちたい。むずい。お前、線ないのずるいよ。負けてる。ゴールしたら倒れる、このシュールさね。なんでゴールしたら倒れんだよっていう。まあ、とりあえずちょっと他のモードもやっていきましょう。チェックポイントチャレンジ。OK です。なんやろこれ。一歩歩くごとにか。だから、またげねえのか。全部踏まんとダメですよってことか。3で、なるほど。一歩ずつ増えてくパターンですね。なるほど。はい、で、4歩でクリア。で、これでどこまでいけるかってな感じですね。まあ、序盤は簡単だろうけど、これ100とかになられると相当クリアするのはむずいみたいな。まあまあ、そんな感じのモードっぽいですね。ほいでは、ちょっと溶岩フロアアンロックしたんで、早速やっていこうと思います。1000メートルで新キャラクター。とりあえずじゃあ1000メートル歩くか。なるほど。線じゃなくて、今回なんか家具が溶岩に浮いてて、それをまあ乗り越えていけようみたいな感じなんですけど、正直、線の方が難しいような気がするんだが、これ結構いけるぞ、マジで。全然なんか障害物感がある方が、なんかやりやすい。ライン、ちょっと待って、壊れるな。この床多分、ほっとくと壊れるから、あんまりあそこに長居したらダメだよっていう、なんかそんな感じのオーラだけは感じましたけど、ただもう、基本的にこれ太鼓の達人だと思って今やってるんで、スコン、ちょっと待って、股間から燃やされた。あれはちょっとちょっとね、これ初見殺しですね。なるほどね。まあ、これ、しかも踏んでもダメなのか。今のところですね、難しくてクリアできないよっていうところはなかったんですけど、ちょっと初めてね、結構長めにつまずいてます。ここは別にいけるんですけど、壊れる足場と火山のコンボが、ちょっと今回初めて生まれまして、ここなんですけど、よし、もういけ、これ、ね、止まってさ、火をやり過ごそうとすると足場がぶっ壊れていけないっていう、なかなかの鬼畜ステージが現れましたね。いや、いいぞ、今回周期がいい、来た、よっ、いけてた、よかった、チェックポイントちょっと過ぎてた。よし、まあ、あとちょっとですわ。あと40メートルなんで、よし、いった。よし、まあ、序盤の難関ステージを超えましたね。オッケー。で、そこさえ超えちまえば、まあ、あとこんなもんね、初見殺しにやられさえしなければ、配置分かっていればもうそんなに難しくはないですね。よし、オッケー。さあ、よし、火がない。オッケー。来た！新キャラクターアンロックしました。ハッピーホーン。いや、もう、虫歯菌のイメージ図みたいな。また新しいステージをアンロックしたので、やっていこうと思います。クモの巣がベタベタする。どういうことやろ？クモの巣食らってる。離れない。長押しで離れる。なるほど。ちょっと待って、良心的やな。今まではこう、裂け目に、ちょっとでも足が当たるとすぐにやられてたんですけど、もう、ノーダメですもんね。クモの巣食らったところで、ダメージ受けないから、これ長押ししすぎて、足が裂けたりするとゲームオーバーですけど、それ以外でのゲームオーバーのなり方がわからんぐらいの、なんだろう。なんか後ろが来ている。ちょっと待って、骸骨、ちょっと待て。追いついた瞬間、骸骨も倒れる。ちょっと待って、今回カラフルなやつが後ろおったぞ。なるほど。だから今回はもうこれあれですね、まあ、競争と一緒ですね。後ろからなんかやべえやつが追ってくるから、それに捕まらないように逃げろ。いいですね。こう、ピエロに追っかけられる。なんかこう、クロックタワーっぽくていいですね。いや、逃げろ、くそ。ちょっと、ちょっと攻撃されただけでやられるの？まあ、このモード結構好きだな。面白いな。最後のステージアンロックしたんでやっていきたいと思います。これが最後ですね。これが屋根の上ですね。おー、そうか、裂け目だけじゃなく、家の間、なるほど。今までですね、このタイルを全部踏むとボーナスがもらえてたんですけど、これは右足、左足の概念があるので、で、煙突にプレゼントを配ると、サンタクロースになった気分になれるんですね、この虫歯菌みたいなやつが。だからこれ足を合わせないといけない、っていうのがあるんで、まあ、難易度がまたちょっと上がりましたよってな感じですかね。ちょっと待って、雪で滑らないように、白いのもアウトなのか。だからこれ本当に右足、左足の概念が入ってきてるから、より難しくはなってますが、本当にね、これは、むずい。で、こうか。で、足合わせて、はい。いいね。これ、子供たちにプレゼント配ってる感じになる。そうか、滑るんか。これ、むずっ。ちょっと待って。右、左、右。左行っちゃダメか。左が、これ、むずっ。で、こっち、くそ、歩幅合わせようとするとこうなるな。まあ、とりあえずちょっと商品を獲得してみよう。6回ガチャ回せますね。これどんなガチャなの？回ります。スニーカー。ああ、スニーカーゲットじゃねえのか。足で蹴られますよと。で、蹴られた先のところのパーツをゲットって感じですね。お、バーニーいいっすね。今ですね、6回ガチャ回してゲットしたものを、全部組み合わせました。だいぶ気持ち悪いキャラクターが生まれたんで、あとはまあちょっとこれのね、無限がどこら辺までいけるのか、ちょっとやっていこうかなと思います。いいですね。このキャラクターにちょっと愛着が持てますね。自分で作ったんでね。だいぶ気持ちは悪いですけど、今日はですね、ステッピーパンチというゲーム紹介させていただきましたが、このゲームね、僕ちょっといろんなゲームやってるんですけど、その合間合間でちょこちょこね、隙を見つけて、今日はちょっと40メートル進もうとか、ちょっと1個クリアしようとか、本当に空いた時間でちょろっと遊ぶ分には、かなり、面白いゲームなんじゃないかなっていう感じなんでね。で、意外とこれ中毒性があるんですよね。やっぱシンプルゲームってハマりますよね。ということでね、これ非常に面白いゲームとなっておりますんで、これからもね、まあちょこちょここう記録伸ばしていこうかななんても思っておりますんでね、皆さんもぜひともダウンロードして遊んでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。